ですけど、はい、だから10年ちょっとでもこんなに気が変わってくるんだよ、うん、これ切るんだけど、あれ、まだ緑ですね、うん、緑、よっしゃ、これでいいんですか、あ、こっちもったのよ、あ、かわいい、かわいい、取っちゃった、大きい、大きくなそうと思って置いてあるんだけど、おばあちゃんから聞いた話したんですけど、うん、なんか昔は、うん、あの雨の日とか土が濡れてる時、学校側から、うん、今日クラスがないって芋掘りしなさいって言ってたらしいんですけど、芋、あ、これもきれくないわ、きれくない、お母ちゃんも洗ってもらっていこう、あのどんどんなんか違うタイミングで大きくなるように植えてるんですか？そう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 、これはね、次々だ、次々ね、そこは最初もちょっと食べて終わってもう最後のものだった、うん、うん、近いとこに車もバスもないしね、うん、で、そのマーケットっていつぐらいやってたんですか、なんか。うちのね、おじいちゃんが亡くなる。亡くなる。これを、なんか、パッてやるとね。ご飯スープ入れよう、ご飯今洗ったらかな、え、ありがとうございます、あ、これってもしかしてその中外から取った方が中が長持ちするとか、うんうん、そうそう、次々ね、うんうん、そうした方が置けるから、切っちゃったら、切ったら、なんか、これより、これをこう置いて、大きくなったわ。これを、これをね、こうなってね、こう、こう。こうしてこないで出てくれる？はい。この人が美味しいの。こうしてできるよりね。包丁がもう汚れてるかどうかによって、うん。おばあちゃんの腕の力がどんどん、うん、あの腕が痛いからできるだけ。うん、あ、そうそう、だからできるだけ腕を使わないことばっかりやって、うん、だから、感心感心、ばあちゃんの取ったお芋と。じゃがいもはポテトでしょ、はい、さつまいもは何、あ、スイートポテトかな、スイートポテトかヤム、どっちかわからないんですけど、スイートポテト、うん、あ、やっぱりスイートポテトとヤム、なんか植物的に違うらしくて、どっちがどっちなのか、さつまいもはどちらかわかりません、
のくらいでいいかな。だっけなんか島の島口って言うとなんかヤンって言われるからヤンじゃないのかなと思うけど。おそうよく知ってる。知ってる気おも。素晴らしいすごい、ね。あこのこのうんうんきちゃんとねしてねうんね。なんで？うん、いやあの紫物。なんで？ほら。紫でしょ。紫あの。おばあちゃん道具長持ち。なんかあの包丁とかってなんか代々受け継がれてるものだと思い込んでるんですけど、うん、だけどこれねあの家が腐っちゃってだけどこれ切れるのよすっごい切れるの、うん、ここが腐っちゃって変えてもらったのよ、うん、だけどこの包丁使ったら上等の包丁あるんだよ見せなくていいよほらこっちにいっぱいあるんだよあのいい包丁がこれ切れそうな包丁があるんだけどこれ使うよりあれ使った方がねすごくいいからうーんなんかやっぱりあの料理が大根の古い包丁が一番切れるらしいみたいああそう、うん、今これ、ね、安くて流行ってるやつは、うん、切れまあ切れけど切れない、うん切れない。あ、多すぎたパターンが続かない。え？切り替えちゅうかな、うんうん、おばあちゃん下口は使わない私のおばあちゃんは、まあ、使える、うん、で使ってることもいっぱい見たことあるおじいちゃんとよく下口喋ってておじいちゃんとねとしこばあちゃんとも喋ってたんだけど、うん、今になって喋る相手がいないっていうのがそうね、うん、そうかもそれが困ってるところかなではね、はい、これを上に上げてくれる？あ、濡れたままで大丈夫ですか？大丈夫。ちょっと右の上に、ね。そして今度はね、キャベツを炒めましょう。はい、あと10分だから。あのみちお兄ちゃんから聞いたことあるんですけど、うん、春がキャベツの時期とか青野菜は春だって言った、うんうんうん、今2月のど真ん中なんですけど今って春なんですか今春になってる春ですねあの春一番が風が吹いたっていうあれになってるから、うん、春一番春っていうのが春が3回ぐらい来る振りをして、そしたらやっと本物の春になるって言ってたんですね。いいけどね。はい。
これがエルビア。なんて言ったと思いますか？え？なんて言った？これは恥ずかしいから取るなって言ったの。恥ずかしくないのに。そう。恥ずかしいって、何がと思う。そう、何が。ああいうふうに雑に入れてるの嫌がるの。そんなことないのね。ない。恥ずかしいことはね、親が先生だと、すぐ、恥ずかしいものが全部なくなるよ。うん、あ、親が先生だと。うん。自分の子供の恥ずかしいお話とか、全部自分の年上に教えられてるから。もう大学上がる具合で私のちっちゃい時のお話とか、全部みんなに知られてるから。そうそう、まあ父ちゃんが頑固でおばあちゃんは比べて頑固じゃないから、あ、おじいちゃんなんだろうね。で、私父ちゃん性格お父さんに似てるから頑固。よくマミにハニカ性格父ちゃんに似てるねって言われる。妹がいるの？あ、弟が。違う、弟がいるの。ハミ、マミってお母さんのこと。お母さん。ああ、ママ。サンディさん。サンディさん。よっしゃ。あ、はい。洗って、塩水にきれいに洗って。うん、あ、塩水で洗って。塩水で洗ったる。だからこんなに日持ちするの。水で洗ったらダメ。うん、あ、だから水で洗って、ここにもう直接入れて。うん。あ、水で洗ってないよ、うん、塩水できれいに、きれいにこう持っていって洗って、うん、でそのまんまこれに入れて、これに入れるんですね。だから塩味がもうついてる、うん、もう味がついてると思う。おー、いいですね。それでもしあれだったらこれをかけて、うん、テルで、テルで担いで上がってくる。いや、海から上がってくる。テルちゅうさね。テルかっこいい。テルかっこいいの。かっこいい。うん。これあっち持っていってね。はい。これ味もしないけど。ただ。信じる。うん。大阪のごちそうばしない。あ、いや、あの人がね、うん、あのお友達もらったって。もらった。へえ、あ、ちょうどよかったと思って。ちょっと待って、字ってあの島口なんですか？なんか自分っていう意味なんですか？あ、自分、あのね、字、うん、っていうのは、字卵っていうのは徳之島で生まれた卵っていうこと。ああ、の字、地元で、あ、地元でね、はい、地卵、産んだ卵、うん、あ、だなんか卵には塩入れる、砂糖入れる、何入れる？卵焼きするときに、お母さん、ばあちゃん、おばあちゃんは塩入れる方ですね。塩、はい。私はそんなにいっぱい卵焼き作ってないのであの子の言う立場じゃありませんきのう産んだ卵だって、うん、よっしゃ。これはね、入れてるんですね。うん、
じゃあまだ。あ、こう。あおさね。うん。はい。あおさね。長すぎるからちょっと切っちゃおう。わかります、うん、今日はオイル、オイル、うん、こうしてね、うん、これをわーっと落とす、ふた借りてきて。ふた借りた。ご飯裏打ちしようかな。裏打ち？うん。ご飯ね。混ぜないと。はい。あの混ぜないと美味しくなくなるからね。うん、混ぜた方が美味しい。ひっくり返した。いつの間にか。うん。はい、どうぞ。あっちに持ってきましょうか。うん、持っていってくれる？はい。紹介。まず、青さの味噌汁。青さの味噌汁、これね。これね。はい、これ。それから、キャベツの豚、うん、キャベツと豚肉の炒め野菜ね。はい。酢の物、青さの入った酢の物。と鮭ね、はい、とこれが豚肉の卵、卵焼きかな、うん、豚肉と青さの卵焼き、うん、はい、そしてもちろんお芋さん、あ、お芋さんとじゃがいも当たりで取ってきた、当たりと言います、家庭菜園、家庭菜園で取ってきた、うん、ね、あ、だから当たりバテってシノグジなんですか？そうそうそう、当たりバテって、えらい、当たりバテも知ってんの？わかるね。いや、そっちの方がなんか普通に、そっちの方がなんか理解できてたから、そっちが日本語だと思い込んでました。あ、当たりバテ、すごい当たりバテ。はい、いただきましょうか、はい、いただきます、いただきます。どっから始めればいいのかもしれない。食べましょう、食べましょう。はい、青さの味噌汁食べてみて。はい。あ、間違えた。うん。熱い。青さの味噌汁は熱いんだよ。熱いけど、すごい美味しい。うん。美味しい？すごい美味しい。よかった。この青さの緑がすごい。うん。全部青くなって、うんうん、考えてみると、これが青さで、うん、これが青なのに、なんでみ、あの青に新しい名前、そのあのブルーをブルーって呼んで、うん、ね、こっちを青のまんまで、ね、こっちを緑って呼び始めたんだろうね、うん、そう、あのなんだろうね、うん、そのこれが青っていうのは理解できる、うん、だけどなんでこれを緑って色で呼ぶのかがわからない、ね、うんうん、青さじゃなくて緑さだったらわかるけどね、うん、逆にこれが
青と青とで、これが、うん、を青と呼ばずにこれを新しくブルーとか、なん、なんでこっちを緑って呼んでないのかなっていう、うん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 、自然のものが全部2000のなんて日本の言葉で、あっちではなんていう、あ、これはブルーとグリーン、あー、やっぱり、うん、で信号もグリーン緑って呼んでます、うんうん、あ、グリーン青って言わないのね、青って呼びません。食べてみて、はい、いろいろ食べるものがあってワクワク、うん、朝ごはん粉みたいね、わかめだったらね、うん、どうですか？すっごい美味しいです。なんかわ、今忘れてたんだけど、人参も今日取ってきたっていう、そこで、あの、全いっぱいいっぱい取ってきたから、あ、人参も自家製だったんだねっていうのを忘れた、今思い出した。そうですよ、うん、うん、こういうのが一番いいですね。いいです、うん、長生きするよね。するする、うん、うん、母ちゃん、山川、包丁持ちすんじゃんな。わかった。これ、これ嫌いで。うんうん。卵焼き。え？うん。ご飯美味しいでしょ、お米新米で美味しいと思うけど、うん、すごい美味しいです。カナダは米作ってますか？え、わ、ちょ、は、半焼きシャーリエ、半分焼きシャーリエ、何個焼かんご、何言ったか大体分かりました。うん、半分しか焼かれてないって。あ、そう、正解正解正解、よし、やったわ。すごいね。すごくないですよ。ただただなんかやってることを見て、半訳してやり、え、え、ちょーし、もう、って、今、半分しまう口が入ってるからすごいの。わかったんだ。知ってる半分と、なんかリアクション的で、それを合わせたらどうにか。なんかしたんだなと思うね。